古川浸水公園は東京都江戸川区江戸川六丁目にある江戸川区立の公園であり日本初の浸水公園である。もともとは江戸時代に行徳園殿から江戸へ塩を運ぶために掘られた船堀川で後に水運ルートが南側へと変更となった際新しい運がお新川と呼ぶのに対して旧船堀川を古川と呼び残された。古川は 江戸川や利根川からの物資を江戸へ運ぶ水運の役割を果たしてきたが、交通網が発達するとともにその役目は終わり、代わりに人口の増加や産業の発展に合わせて、周辺には住宅や工場が立ち並び、生活排水や工場排水が流れ込むようになっていった。そのため、1970年頃までには悪臭が漂う、いわゆるドブ川となっていた。 江戸川区は、周辺の下水道の整備を進めるとともに、川を埋め立てる予定であったが、川を残してほしいという地元の要望を受け、水の流れる公園として再生させることとなった。1973年7月には、その一部が完成し、日本初の浸水公園となった。1974年5月には、全日本建設技術協会が与える全県賞を受賞。 1982年5月には、ナイロビで開催された国連人間環境会議で紹介され国内外で大きな反響を呼んだ。全長は約1200メートル、面積は9434平方メートルの細長い公園である。水は旧江戸川から引き込み、途中間7通りをくぐって、新川の新川橋まで流れ下っている。 周辺住民の散策路として親しまれ、途中2カ所に人工の湧水設備で演出されているほか、岸辺に植えられた桜が春には咲き誇り、夏には子供たちが水遊びできるようになっている。ありがとうございます。